こちらご覧ください。これ今大原村のまあ大体貴重なものというか、まあ、地下資源を大体ここにぶち込んでいるんですけども、言うほどだな。結構バラバラつきなんだよ。で今回のお題なんですけど、ダイヤモンドがですね、多分大原村の在庫はここにある1個と、まあ、エンチャント上にある1個と、あとここにあるダイヤモンド鉱石5個がラストだと。んでもってさらに言うとですよ、レッドストーンもなんだったらもうないと。というわけで今回はブランチマイニングやろうと思っていて、でこうただブランチマイニングのとかを垂れ流すのかって言われると、そんなことしてたらぶっ飛ばされてしまうと。というわけで今回やることは、実際にこのブランチマイニングがどれだけ効率がいいのかっていうのをちょっと証明したくて、証明ってわけでもないか、ちょっと検証動画をやろうかなと思っております。ついでに資材も集まるしね。というわけでブランチマイニングの今回のルールなんですけど、基本的に、30分間同じ通路を掘り続ける。でそれによって得た鉱石を、まあ、チェストごとに分けてどれくらい取れたかっていうのをね、ちょっと前の動画で僕はチャンク掘りっていう 16×16 マスを全部掘るって動画やってるんですね。でまあそれは4時間ぐらいかかったんですけども、そのチャンク掘りで得た資材とちょっと比べてみて、まあ、ブランチマイニングは鉱石がどれだけ集まって、逆に丸石とかどれだけ集まるのかみたいな、最後にそういう比較を出せたらと思っております。3本坑道を用意しまして、こうただまっすぐ30分間掘り続けるっていうのを3回やります。で最後にこう一つずつチェストを並べることで、まあ、各坑道これだけ取れましたっていうのをやろうと思います。ただあれなんだよね、これあれか、近すぎると互いにブッキングする可能性があるので、1本はちょっと反対側の、うん、この辺とかにしときましょう。でこれで、まあ、3本分ちょっと掘ることによって最終的にどれだけ資材が集まるかっていうのを検証します。まあ、特に何を持っていこうとか考えていないんですけど、まあ、強いて言えば石炭を持っていきたいな。何もない。あ、2個あった。あ、レッドストーンもあんじゃん。なんだ、やめようかな。嘘です、ちゃんとやります。横一列の縦3マスの高さで、ブランチマイニングやっていこうと思います。よし、タイマーセット。掘り始めたら計測開始いきます。あースタート。おっしゃ、あれ。あー、これあれか、俺が以前何かを見つけた時の穴だな。早速これディサードでは。アイテムがいっぱいになってしまった。こういう時は、シルカーボックスの中に適当にぶち込みましょう。持ってきててよかった。お話しし忘れたというか、まあ、ブランチマイニングのルールの補足なんですけど、こう掘っていった中で、まあ、鉱石の先にこんな感じでラピスラズリを見つけてしまった場合には、まあ、追加で掘っていいということにして、こう洞窟とかなんかこう砂利の奥に見つけたみたいのは、まあなんか取らない方向で行きましょう。それやってると、あぶねえ、びっくりした。セーフ。掘り始めて気づいたんですけど、これゴリゴリに幸運のエンチャンついたやつで掘ってますね。まあ正直こうなんか正確な検証にならないので、正直この一本はどうしようか迷ってるんですけど、まあ幸運がついたやつはついたやつで、まあこういっぱい取れるんですよ。のでどうしようかな。やべえ、喉乾いた。いやー、タイマーを止めたくねえな、めんどくさい。なら俺は全部掘り切ってからの美味しい飲み物を飲みましょう。おお、あと5分切った。まあこの時点でわかるのはもう多分チャンクボリの成果は超えたなと。だってダイヤも5個出てるもん。前回ダイヤ1個だったもん。幸運使っても2個だったもん。考えらんねえわ。ダイヤやばい、残り1分切ったのにダイヤ出てきた。ちょっと待てよ。ああ。シルクタッチ。ああ、目の前にダイヤがあるよ。あれ欲しくないですか？あれ欲しくないかい？三、待って、これ、ああ、ギリ範囲外。取れない。あれは、動画外で撮ります。
くそー、あと21秒、21秒。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、というわけで、ちょうど30分経ちました。どれくらい進んだんだろうなぁ。ギリ、ほんとだったらブランチマイニングの排外なんですけど、普通にスルーはちょっとできねえわ、これ。ちょっとこれ別枠計算でね、一応開始だけさせて。やべえな。こうやって帰ってたら分かったけど、意外と俺取り逃してた。普通になんかこう鉄とか、普通にまあさっきもあったもん。やべえ。ちょっと探索ガバだったな。やっちまった。はい、というわけで、これが一応30分間、まあ、直進でブランチマイニングをして、目に入った鉱石を大体取っていくっていうやつをやった結果です。で、この下のところにある2枠のダイヤモンド鉱石は、洞窟のところにあったやつをたまたま見つけたので回収したやつです。まあでも、こうやって見るとあれだな。意外とどころか、全然30分にしたら結構いい成果を出せたんじゃないでしょうか。この石炭ブロックとかレッドストーンとかラピスラズリに関しては、ちょっと移動のためにこう圧縮しただけなので、実際に使うときはこれバラしたりするので、まあ、これが9倍になると考えたら、まあ、やっぱそれなりの数が取れたんじゃないかなと。まあ、この時点でもチャンクボリの敗北は確定してるんですけども、強いて言えば、丸石の数はチャンクボリ圧倒的に勝ってますからね。まあ、鉱石に関してはブランチマイニング部があるとはいえ、あの丸石、まあ、サンラージチェストプラス半分ぐらいですか確か。あの記録にはさすがにかなわないだろうと。というわけで、これがまあ30分ブランチマイニングの結果1本目でした。はい、というわけで2回目の計測に入るんですけど、ちょっと地上からシルカーボックスを多めに持ってきたっていうのと、あとこのシルクタッチ付きのツルハシを作ってまいりましたので、まあ、これからは全部シルクタッチで取って、まあ、最後に勝ち割るか、まあ最終的にどれだけ取れかっていうのをやろうと思います。さっき掘ったやつより全然多く取れてるなっていうのも、あーでもあれか、こっちはこれとこれのが全部9倍に膨れ上がんのか。あとあれだね、あっちはちょっと使い分けというか、ところどころ作業台でそのまとめる作業みたいに挟んでたので、まあ、こっちはね、なるべく最短で動くべく、シルカーボックス3つ持ってきて、取ったものはさっさと入れて、またさっさと掘るっていうのをやっちゃうので、にしてもあれだな。やっぱ効率上がったな。ダイヤに関してはもう19個だ。これでもう4時間かけて掘ったチャンク掘りの、9倍を掘っている。こっちにもあるしね。よーし。ちょっとこの辺埋め立てまして、ちょっと広くしました。で、さっき掘った坑道がここと、ここです。まあ、一番最後はもうざっくりカットして、もう一気に結果発表まで行くんですけど、まあ、一旦ここら辺にもう一度掘ろうと思います。よいしょ。おー。今回掘ったやつはちょうど全部埋まりましたね。こんな感じで30分間ブランチマイニングをしたんですけど、いやー、今回はダイヤがめちゃくちゃ取れたな。32個。まあ、1分に1個取れてる計算ではある。これで一応3回分のブランチマイニングが終わりましたので、まあ、比較の画像みたいなものを出して、最後の締めに入ろうと思います。はい、というわけで、結果発表のお時間です。今出ているこの画像は、動画が撮り終わった後に、僕が編集を使ってなんとか作り上げた画像です。見にくいところも多々ございますが、ご容赦ください。左上から、以前僕がやったチャンク掘りの成果。で、その左下にあるものが、幸運さんで取った行動のやつ。で、右上がシルクタッチ付きで掘ったやつで、その下も3回目に掘ったシルクタッチ付きのやつです。まあ、こう比べてみると、まあ、チャンク掘りは言わずもがななんですけどね。やっぱブランチマイニングって低いところでやる分、鉱石がやっぱいろんなものが出やすいんですよ。よりそのあたりが顕著に出たのが、まあ、レッドストーンとかラピスラズリなのかなと思っております。あとダイヤもだ。で逆に、こう、石炭とか鉄は地上部分でもま、出るので、こう、上の方だったらま、石炭だったら溜め線を張れるかなって思ったんですけど、各資材それぞれ30分なんですよね。チャンク掘りだけ4時間ですからね、これ一応。こう、チャンク掘りの部分だけ他の丸石がまあサンダーチェスト分取れたとかあるんですけど、その辺を映してないので、
まあ、ちょっと少なめに見えるんですけど、このブランチマイニングの30分参加やった結果なんですけど、一応ダイヤの鉱石で言うと、まあ、60個取れてるので、まあ、そこに間違って砕いてしまったダイヤも加えると64個と、まあ、ちょうど1時間半で1スタック取れて、かつまだこれから幸運さんで増える予定ではありますので、まあ、やっぱブランチマイニングは改めて効率はめちゃくちゃいいなと、まあ、この動画を通じてやっぱりなんかブランチマイニングはやっぱ間違ってなかったんだと別にチャンク掘りをディスるつもりも元ないんですけどね、もしこう鉱石などが欲しくなったらおとなしく下まで掘ってこうやってブランチマイニングをしましょう。だいたい今回掘ったまあ1時間半の成果なんですけど、これだけでもまあしばらく全然余裕で活動できますので、やっぱブランチマイニングは最高だぜということで、今回ここで締めようと思います。それでは現場にカメラを戻します。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はまあブランチマイニングの検証動画というわけだったので、今までこうブランチマイニングが効率がいい効率がいいと何とか言っていたんですけども、こう実際にどれだけ取れるのかっていう検証は見せたことがなかったので、今回まあ村がダイヤ不足とか鉄不足とかいうのが相まって今回こういう動画になりました。この動画が少しでも参考になれば幸いです。次回の動画でちょっと今回撮れたやつをまとめたりとか、こう一気に砕いたりっていうことをやろうと思いますので、ぜひともそちらの方をチェックしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。